ごめん、ちょっと俺諦めるわ。この試合ちょっと1ピリ見返すわ。4ピリ終わるまでにちょっと1人で1ピリ見返してもいいですか。まあ、次ヒートどうすべきなのかちょっと探っていきたいな。まあ一つは今日アデバヨのポストプレイマジでターンオーバーだらけだったな。アデバヨが6回ターンオーバーしてるもんな。しかもこのターンオーバーって全部なんか1対1でのターンオーバーだよね多分。なんかこうダンロビーのカッティングに鋭いパスを通そうとしたけど通らなくてターンオーバーとかじゃなくてほぼ全部1対1からのターンオーバーよね。で、あとはラウリーとストゥルースのポケットパスにひねりがなさすぎてちょっとアデバヤがロールした後の後も負担がすごいね。アデバヤに対するポストでも1対1で1対1したくないからロールしてるのにロールした後も1対1になるっていうのはもう本末転倒だからな。ラウリーがもっと突っ込めばいい。できるならまあ突っ込むっていうかまあまあうんそうやね。で突っ込まなくてもいいんだけどなんかこう相手を出し抜くような何かが欲しいよね。で一人でそれができないんだとすればスクリーンの枚数増やすとかスクリーンするまでに何か工夫するとか。今ラウリーとストゥルースって特に何かできるわけでもないのににもかかわらずそのチームとしての戦術でのひねりもないんだよね。今のとかはさドンチッチとかだったら全然成立するじゃん。もう 別に何もしなくていいよ。ジャモラントとかトレイヤングだったらこの力が戦術超えてるわけだから。でもラウリーとかストゥルースのこの力ってさ戦術超えてないじゃん。だったらやっぱ戦術でカバーするしかないと思うんだよね。でもヒートはそれをやってないからだからこのヒートのオフェンスを見てどうしても俺は非効率的なオフェンスやってるなって思っちゃうんだけど、まあ、それでもこうまあ熱量でねなんとか相手よりも上回ってきたっていうところだったからまあそれができるんだったらもう俺がなんかとやかく言うのもねあれかなと思ってたけど、まあ、でもこうやって負けを重ねるんだったらちょっとやっぱりスポルストラは戦術でどうにかしなきゃいけないんじゃないかなっていう気もしますよね。いっそのことケイレブ・マーティンをスタメンにしてみるのはどうなんだろうな。ストゥルースをスタメンから外してケイレブ・マーティン、ジェイルはありでしょうか。あ、ジェイルはねありだと思う。ジェイルって結構ねそのスキルがない選手でもわりかしやれるスキルだから、うん、ラウリーはそうやね、ジェイルに頼るのも一つありかもしれないですね。うん、ラウリーだったらあのケツでなんとかなるじゃん。向いてるケツしてるからな。ジェイル向きのケツしてるからそのケツを生かしたジェイルするのは結構ありかもしれないね。あーで限界を表してるのかなっていう気もするよね。そうなるとやっぱ戦術で助けが必要な気がするんだけどな。この問題を放置するんですかねスポルストラ。ヴィンセントだったらねジャンプシュート入るからどうにでもなるんだけど、これもな。いやーだからアデバヨへの負担がすごいですねこれね。普通ロールしたらさフリーになるじゃん自分が。ロールしても自分フリーにならないんだもん。大変だよな。だから今日の試合アデバヨのこう、ターンオーバーはめっちゃ多い。センターが6回もターンオーバーするべきじゃないからめっちゃ多いんだけど、ただその裏にはアデバヨへの負担がちょっと大きすぎるっていうところも関係はしてるよね。だこれをアデバヨだけのせいにするんじゃなくてチームの問題としてちゃんとゲーム6は取り組んでいかないと、まあ、次もう一回マイアミヒートのホームコートになるとはいえね、この今の状態だとセルティックスの方が有利なのかなっていう気はしますね。で逆にセルティックスは若干ひねりを入れてるもんな。なんでセルティックスがひねり入れててヒートがひねり入れてないんだろう。残り3分でもラウリー出し続けてるんだ。まあラウリーに再起してもらわないとっていうのもあるんじゃない。このままなんか悪い流れで終わってほしくないっていう、今のうちに調子を取り戻してほしいっていうのももしかしたらあるのかもしれない、こんなんでいいのだろうか。で逆にラウリーの時はで多分スポールストラはこの状態のマインドセットのまま試合を終えてほしくないっていうのもあってもう負け確してる3ピリ残り3分の時間帯でもラウリーを出し続けてもう前自分の力でなんとかしてこいっていう、自分の調子は自分で取り戻せじゃないけどっていうことなのかなとかいう気もするけど、あでもまだ10点差なんだ。ワンチャンあるの。いやストゥルースディフェンス結構厳しいな。あ13点差で終わった。なるほど。さあということで、ゲーム5は、セルティックスが13点差で勝ったそうです。最後まで僕は見ませんでした。いやー 3-2 か、あと2勝だね。いやマジセルティックスあるな、史上初の逆転劇。さあジミーバトラーはこの負けから何を感じるのか、これでもまだ味方に託しても勝てるっていう考えなのか。
ヴィンセント復帰で変わるのか。いやまあでもだいぶポジティブに見れるとは思う、今のヴィンセントの、うん、ヒートでの活躍を見る限りは、うん、やっぱこれもセルティックスはひねりを加えてるよな。なぜマイアミヒートがこれをしないんでしょうか。謎は深まるばかりですね。ケンゴーさん、スパチャありがとうございます。すでに話されたかもしれませんが、今後の2戦に向けてボストンの好材料、マイアミの不安材料は何ですか。ボストンの好材料は熱量が今マイアミヒートと同じレベル、もしくはヒートの熱量を今セルティックスの方が超えてる感じもしますね。まあそれはセルティックスのホームコートだからっていうアドバンテージもあるかもしれんけど、まあちょっとヒートに元気がないよねっていう、うん、でヒートが元気ない理由はジミー・バトラーが抑えられてしまってるっていう。やっぱマイアミヒートのカルチャーって、まあ、かっこよくカルチャーって言ってるけど、でもそのカルチャーはジミーのその精神と結構リンクしてるとこあるから、ジミーがバーン上がらないとやっぱチーム全体でバーン上がらないから、これはボストンの好材料でもありマイアミの不安材料でもある、はこうジミー・バトラーの活力の部分だよね。それをまあセルティックスが個の力でジミーを抑えることでチーム全体をまあ停滞させてる、うん、でヒートはジミーが上がってこれないからみんなも上がれないみたいなっていうのはまず一つあるかなと思いますね。であとは今解説してる、ちょうど解説中のまあ戦術で何のひねりもないと、マイアミヒートの方はなんかあたかも自分たちにはドンチッチがいるような、トレイヤングとかドンチッチレベルのハンドラーがいる時と同じようなピックアンドロールの仕方してるから、いやラウリーにはそれはできないよねっていう。あとはツインタワーを辞めてからやっぱケイレブ・マーティンにめちゃめちゃなんか圧躍されるみたいな状況は、うん、なんだかんだでセルティックスも防げてるのかなっていう気はしますね、うん、でちょっとコディ・ゼラーが、まあ、今日の試合全然ついていけてなくて、マズーラがフリップスクリーンを、の回数を増やしてきたのは、まあ、結構ヒートにとっては厄介だったのかなっていう気がするね。テイタム3ポイントのフェーダーウェイはやりすぎだろう。ちょっとテイタムってやっぱ3ポイントに固執してるよねっていう、彼のスキルセットってもうドライブと3に極端に振られてるからね、ワンパターンになりがちみたいな話もあるけど、今のはその典型的な3ポイントでフェーダーウェイ打つってすごいよな。でセルティックスはやっぱりフリップスクリーン増やしてますね。だゲーム6はこのフリップスクリーンに対して、マイアミヒートがどういう対応をしてくるのか、そこが一つ見どころになるんじゃないかないやこのディフェンスも冷静に考えたらようわからんもんな、まあ、っていう3回連続でピックのところでディフェンスのミスが起きると、まあ今日出場時間が4分とか何分出たのか知らんけど、まあ4ピリの途中までは4分しか出てなかったから、まあミニッツが減ってしまうのも無理がないかなっていう気はしますね。このフリップとスリップを交互にやっていくのは OKC も結構やってて、うちのファンはボストンと似てるって言ってる。ああなるほどね。確かにでも5アウトとか、まあ、この力で打開するチームは結構必須の戦術かもしれないですね。まあ簡単だからね、もうビッグマンにさえ、うん、教えちゃえばスリップもフリップも5人全員が分かってなくても簡単にできてしまうから、まあ、シンプルなバスケットを極めたいチームにとってはすごい有効かもしれないですね、まあ、とりあえずゲーム6は今のフリップアクションに対してどう対策するのか、そこが一番の見どころかなと思います。ということで、今日もお付き合いいただきありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。お疲れ様です。